いいか、天の道は厳しい道のりだ。耐えられるか。海を愛して選んだ道、早く一人前の天になりたいです。よく言った。ではまずどれだけ潜れるかやってみろ。はい。どうした、全然潜れていないじゃないか。もう一回行きます。行け、アキ。ダメだダメだ、全く沈んでおらん。沈もうとするんですが、何か大きな力で引っ張り上げられるんです。大きな力、まさか。師匠、何か私に足りないものが。そうか、この大きな G の浮力が潜水の邪魔をしているのか。アキ、足りないものがあるのではない、足りすぎているのだ。足りすぎている。師匠、何が足りすぎているのですか、教えてください。アキのおっぱ、いや待て、今の時代 OP が大きすぎて沈めないなんてセクハラ発言になってしまうじゃないか。アキよ、その答えは自分で見つけなさい。私が持っている余分なもの、それは甘いですね。違うな、もう今日は陸に上がろうか。嫌です、私諦めません。ねえ師匠、教えてください、私もっと深く沈みたいです。いやもう死んじゃってセクハラ認定されたらわしの方が社会的に沈められちゃうから。アキよ、冷静になりなさい、そんな荒ぶった気持ちでは危険だ。わかりました、私邪念がありました。私師匠のことが好きなんです。アキよ、海の神は見ているものだな、アマは諦めなさい。嫌です、大好きな師匠と一緒に海の中の景色を見てみたい。ダメだ。でもわしのことが好きなら OP が原因で沈めないって言っても大丈夫かな。しかしそんなセクハラ発言をした途端に気持ちが冷めてしまうかもしれない。師匠、何でもします。師匠を私のものにできるなんて思っていません、ただ一緒に沈むだけでいいんです。いやいやいや、アマを諦めてわしのものになればいいじゃん。海の中でたくさんの貝を見つけたいんです、大きなアワビを。わしも、わしだけのアワビを見つけたい。アキよ、覚悟はあるのだな、すべてを捨てる覚悟、真実を受け入れる覚悟が。あります。じゃあ行っちゃおっかな、行っても大丈夫かな。アキよ、お前の体はアマには向いておらんのじゃ。私の体、その胸が大きな浮きとなり潜水を妨害しておる。私の胸、ああ言っちゃった、この世に誇るべき最強のグラムラスが自らの夢を絶とうとしていると。こんな胸、師匠、この胸を取っちゃってください。何を言ってるんだ。師匠の手でこの胸に入っている空気を抜いてください。バカなことを言うんじゃない、そんなことできるわけないだろう、したいに決まってるじゃないか。師匠の両手でこの胸を潰して。ならん。師匠の口で空気を吸い取ってください。バカ者、そんなことできるわけないだろう、したいに決まってるじゃないか。さあ早く。ならん。師匠どうしたんですか。わしの足の付け根にある怒りが重くなってきた。師匠、お前がわしの怒りを重くしたのだぞ。師匠、私の胸の浮きに捕まってください。そんなことしたらもっと怒りが重くなるだろう。師匠早く捕まって。アキよ、わしと一緒に社会的に沈む覚悟はあるのか。あります。じゃあもう道理でもなれ。